自民党は31日、国防部会と安全調査会の合同会議を開き、陸上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの配備断念を踏まえ、抑止力向上に関する提言案を了承しました。相手領域内でも弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有について検討を求めました。同党がかねてから導入を主張してきた事実上の敵基地攻撃能力ですが、今回の提言ではその用語は使わず表現を和らげました。一方でミサイル発射装置に限らず燃料タンク、さらに指揮命令系統を狙ったサイバー攻撃など敵の攻撃能力を低減させる施設やインフラも対象に含まれる幅広い表現となりました。米軍が矛、自衛隊が盾という日米同盟の枠組みを維持しつつも、飛来するミサイルを迎撃するだけでは防御しきれない恐れがあるとして、日本がより主体的な取り組みを行うことを促しました。政府が配備手続きの停止を決めたイージス・アショアの代わりについては、常時持続的な防衛が可能になるよう具体案を早急に示すよう求めました。超音速ミサイルや大量のドローンを使った集団攻撃など、空からの脅威が多様化していることへの対応も必要だとしました。自民党は来週にも政府に提言します。政府は9月中に方向性を決める見通しです。中国中南部の地域で洪水被害が広がっている一方で、東北部の遼寧省では干ばつに見舞われています。同省の阜新市や錦州市などでは、トウモロコシなどの収穫は皆無に近い状況です。中国水利部の7月29日の発表によると、6月1日から7月27日まで遼寧省の平均降水量は 108.8 ミリで、平年同期と比べて 53.1% 減少し、昨年同期比では 20.6% 減少しました。1951年以降、降水量が最も少ない年となりました。また7月28日までの統計では、省内の干ばつによる農作物の被害面積は約 119.5 万ヘクタールです。中国メディア新京報7月30日付によると、遼寧省西部はトウモロコシの主要産地で、7月末に収穫期を迎えます。しかしこの2ヶ月間降水量の不足でトウモロコシは成長できず、収穫ができませんでした。一部の村では水不足のためにトウモロコシ畑の大半が枯れました。遼寧省錦州市の干ばつ被災者数は約70万人。地元の農民は家の飲料水は何とか確保できるが、トウモロコシ栽培には全く足りていないと話しました。アメリカのスタンフォード大学フーバー研究所は、中国共産党による国際社会への洗脳手法について分析する報告書を発表しました。それによれば、中国共産党は表立った宣伝や地下の活動を通じて情報を操作し、共産党の政権に対する世界の認識を変えようとしています。中国の物語、国際世論を形作る中国共産党のキャンペーンの著者は、スタンフォード大学インターネット観測所技術研究部長のレニー・ディテスタ氏、ワシントンポストの元北京支局長ジョン・ポンフレット氏などの5人です。中国共産党は国内での権力独占と世界での影響力拡大のために、大規模なプロパガンダに依存しています。近年、中国政府が資金提供したこのようなプロパガンダや影響力のあるキャンペーンが伝統的なメディアからソーシャルメディアに及んでいますと、白書はその手法の変化を指摘しました。アメリカのシンクタンクハドソン研究所の元客員研究員ハン・リャンチャオ博士は、ボイスオブアメリカの取材で、中国共産党が国内での弾圧を強め、国外で人質外交や抗戦的な外交を行ってきた近年、アメリカをはじめとする欧米諸国がようやく中国共産党の敵対勢力としての本性を見出すようになってきたと述べました。白書の調査によると、新華社通信、 CCTV 中国中央テレビ、 CGTN 中国環球テレビネットワーク、人民日報、環球時報、チャイナデイリー、チャイナ .com のほとんどは、ツイッター、フェイスブック、YouTube、Instagram でアカウントを開設しました。それぞれ数万から数千万のフォロワーがついています。しかし、中国国内の人々はこれらのソーシャルサイトを利用することができません。
表では中国共産党はメディアを通じてプロパガンダを繰り返し、さまざまな方法でその見解を海外の視聴者に押し付けています。裏ではネット工作員がソーシャルメディアに書き込み、共産党の見解を擁護しています。両者は連携して自由なメディア環境の中で国際社会の世論を誘導しています。ワシントンポストの元北京支局長ジョン・ポンフレット氏は、共産党は国内でメディアをコントロールする一方で、海外では数十億ドルを費やして対外宣伝インフラを構築している。新華社通信は世界最大の通信社であり、アメリカに7局、中国大使館や領事館のある各都市に支局がある。現地メディアへの浸透も強化し、人民日報の紙面は1回25万ドルの料金で織り込み広告としてワシントンポストの読者に配られていると述べました。ディテスタ氏によると、中国共産党から直接発信されるニュースは読者が少なく、海外の読者に対する影響は限られている。しかし現地メディアを通じて発信されれば、その流通量は数十倍、数百倍に膨らむ可能性があるとの研究結果が出ているとのことです。スタンフォード大学フーバー研究所の元客員研究員カ・ギョウリョウ氏は、ボイスオブアメリカに対し、中国共産党はフーバー研究所のような機関と定期的に協力していると指摘しました。中国共産党は毎年フーバー研究所に資金を提供しており、定期的に中国外交部から 2,3 人、対外連絡部から少なくとも3人、商務部からも数人の役人が派遣されていると語りました。彼らは研究員として来ていましたが、研究はしておらず、重要な演説や学術交流会ではほとんど見かけません。しかし彼らは通常他の学者に接触しているのです。彼らの任務は何なのか誰も知らないのです。カ・ギョウリョウ氏は、西側の中国アナリスト、中国の専門家、東アジア研究の多くの大学機関、東アジア研究センターに左派の学者や共産主義者が多くいると述べました。